サステナブル県長崎、未来のためにできること、 SDGs 持続可能な17の目標。今日はこちらの取り組みを紹介します。諫早市飯盛町にある張本総研、こちらの会社で開発された商品が、こちら草コナーズと言います。こちらのコンクリートのような素材、お庭などに敷いて雑草を生えにくくする雑草抑制剤なんです。原料には瓦を使ってます。張本総研は今年で創業60年、採石の製造販売がメインですが、環境に配慮し産業廃棄物のリサイクル事業も行っています。瓦礫やレンガ、瓦や土など建設現場などで発生した廃材、これらを引き取り自社で粉砕、選別、改良してリサイクル、新たな建設資源として生まれ変わらせているんです。限りある資源ですので、それを循環させることによって製品ができるものは製品して、新たな資源として利用しています。先ほどの雑草抑制剤には一般住宅などの瓦が使われています。解体された住宅から出る廃材の瓦を細かく粉砕、加工し、新たな資源として利用しているんです。吸水性と保水性が良くてですね、水を含んで吸収しやすくなっています。温度があまり上がらない、ヒートアイランド抑制に一役買うかなと思って。張本総研では他にも、諫早市にあった旧長崎刑務所の廃材のレンガを加工し、グラウンドの安通化材にするなど資源のリサイクル化に取り組み、現在建設廃材のリサイクル率 100% を維持しています。作る責任、使う責任、廃棄物の受け入れでも、使ったからには新たなものによみがえらせるっていう、地球環境を大切にして、自分たちの技術でそれに貢献できるようにしていきたいです。